ロドニーマ・マシューズは、イングランド出身のイラストレーター、美術作家、ブックデザイナー、アニメーター、ドラマー。1945年7月6日、イングランドのサマセット州、クラットン・ロークのポールトン生まれ、幼少期の頃から美術に関心を示す少年だった。ブリストルの大学で美術を学び、同郷の画家、アンソニー・ロシターに支持した。 卒業後に広告代理店で働く傍ら、ドラマーとしてバンド活動を始め、音楽に関わりを持つ。1970年にデザイン会社を開業し、美術作家として本格指導する。以降、数々のアーティストらのイラストやカバーアートのデザイナーを務めた。特に1970年代には、SF 作家、マイケル・ムアコックやアンドレ・ノートンらの観光物など、ポスターや、 ブックカバーを数多く手掛ける。1990年代にはアニメーションの分野にも進出。また近年も時折音楽活動に携わり作品も発表している。マシューズのイラストはファンタジックな世界観が特徴で同じ傾向のロジャー・ディーンとよく比較されメカ生態的なデザインも得意としている。特に A ハードロックバンドマグナムの カバーアートを数多く手掛けている。アートワークも含む以下、アルファベット順。ありがとうございます。